マッチング開始と同時にゲームが落ちることがあるんだけど、そうすると切断扱いになって一定時間ゲームが遊べなくなるよ。あーし悪くないんだけどな。パラディンズチームデスマッチ。今回はチームデスマッチ。チーム全員で相手を合計40キルすれば勝利だよ。アーシは範囲回復が得意なヒーラー、グローバーで行きます。マッキンキンはキャラを使い込んだ証だよ。これまた面白いチームになったね。相手のヒーラーはキルより、こっちのヒーラーは妨害寄りな性能だ。というかレベル差がすごい。相手600超えとかいるぞ。まあこのゲームレベル低いのにめっちゃ強強な人とか、とんでもなくレベル高いのに全然な人とかいるから、キャラの熟練度レベルは信用ならないんだけどね。さてまずは様子見。敵もそうだし、ヒーラーとしては味方の動きもつかまないと。今回壁になるのはおそらく2人。まずは今正面でピョンピョンしてる子、ズバ抜けた機動力で一気に攻めてくるタイプだ。味方同士固まって援護し合いたいね。もう一人はスナイパーのおっちゃんがいるよ。遠距離から安定した火力を叩き込んでくるんだ。アーシのチームは中距離型が多いから、スナイパーの対処は難しそうだね。よし、ぴょんぴょん子は基本単独行動だから協力すれば勝てる。ただやっぱり他のメンバーが辛いね。相手のチームはどんな距離でも火力が出せるから、こんな感じで打ち合っても勝ち目がないや。どうにか中距離に持ち込みたいね。うわースナイパーからの弓矢。打ち合う場所が変わらない。簡易チャットで味方に協力を仰いでみたけど動かないっぽいし、ちょいと足が攻めて敵を揺さぶってみよっかな。敵ヒーラーには逃げられたけど別のが来た。さっき足をキルした弓の人じゃん。正面だと打ち負ける。スタを引っ掛けて立体起動。見失ってくれた。やった、今度は足の勝ち。1対1で助かったよ。いい具合に味方がばらけ始めてくれた。これなら手分けして格攻撃波が狙えるね。少数で攻めるのはリスクがあるけど、相手の得意な距離で打ち合うよりはずっといいはず。アーシも味方のサポート頑張ろう。うわー弓矢マンだ、回避回避。どえい、こんなとこにスナイパーおった。敵スナイパーは透明になれるから神出鬼没なんだよね。でも状況は悪くない。こちらの得意な距離で味方が集まってる。立て直される前に稼ぎたいところ。相手のスナイパーが上手でいろんなとこから狙ってくる。ここも狙われてるね。無理に顔を出さないようにしつつ、狙える敵はどんどん狙っていこう。アーシは目をつけたいものはあんまり逃がさない。栃木とか群馬とかは覚悟してもらおうじゃない。ちなみにさっきからよく勝ち合ってる弓の人は栃木の伝統的な戦闘スタイルだよ。弓の連射や透明化が得意なの。矢の先には宇都宮餃子がついていて、当てた相手を栃木の魅力に引きずり込もうとするよ。実に魅力的だけど、アーシは埼玉のギャル、誘惑に負けずに領地拡大を目指して頑張るぞい。試合終了まであと少し。追いつきはするんだけど逆転ができない。味方が焦って無茶な攻めを繰り返してる。いや、餃子の匂いに釣られたんだ。まずい、前衛がやられた。敵が一気に攻め込んできたよ。うわーどうしようどうしよう。こんな時は一旦撤退だ。あ、壁に詰まった。おわ、ぴょんぴょん娘、ご注射ご注射。いや今回も惜しかったね。日本埼玉化計画も一筋縄じゃいかないっぽい。やっぱりスナイパーのおっちゃんは対処が難しかったね。11キル2です、上手だった。味方は全体的にキルは取れてたんだけど、相手の有利な距離での打ち合いが多かったのと、うっかり顔を出してスナイパーたちに倒されることが多かったかな。アーシももうちょいキル取れてたらよかったね。次頑張ろう。東北地方を攻めるにはまず臨県を取り込まなきゃね。でもどこも防衛が激しくて足踏み状態です。次回は勝てるかな。それじゃあバイバイ。